シーサッチャナーライ歴史公園は、タイの北部、スコータイ県のシーサッチャナーライに位置する歴史公園である。この歴史公園はシーサッチャナーライ及びチャリエンの遺跡に及ぶ。シーサッチャナーライ歴史公園は、スコータイ歴史公園及びカムペーンペット歴史公園とともに、スコータイの歴史上の町と関連の歴史上の町として、国際連合教育科学文化機関の世界遺産に、 登録されており、大芸術局により維持されている。シーサッチャナーライは、1250年に、スコー太陽町の第二の中心地として、13世紀から14世紀には、福王の居住地として建設された。そのとはおよそ900、700メートルの長方形であった。16世紀には拡大するビルマの攻撃を防ぐため、上流に堀を持つ高さ5メートルの壁が築かれた。 町の敷地には隣接する二つの張り出した丘が取り入れられていた。ワット・プラシー・ラッタ・ナー・マハーターと13世紀より以前、大族はチャオプラや川上流域の谷に移動し、読む側のほとりに水の塔を意味するチャリエンという名の町を創立した。チャリエンは次第に中国とクメール王朝の間の重要な貿易の中心地に発展した。中国人はその町を チェングチョンと呼んだ。町は、スコータイとシーサッチャナーラインの地方支配者であった、ホークンスリノーナムスムが統治する間、1180年まで、クメール王朝の元実質的な自立性を享受すると、クメールの召喚コモザバドクランランポングが、直接的な支配を開始して重い税を導入した。1239年、ポークンバーンクランハウト、ポークンパームアンは、反乱を決めて、 アンコールからの独立を宣言し、チャリエンを攻略した。チャリエンは、スコータイ王国の一部となった。ワットナアンパイアワットチェリーチェットテオワット、チャンロームシーンタラーティットの統治により、1250年に、新しい町が、チャリエンの西の地域に建設され、シーサッチャナーライと名付けられた。シーンタラーティットは、息子バーンムアンを町を治める副王として送った。 バーンムアンが王国を統治するようになると、弟ラームカムヘーンにシーサッチャナーライの町を治めさせ、シーサッチャナーライを統治するのは、福王内市王位の継承者であることが、スコータ王朝の王位継承の伝統になった。ラームカムヘーン大王秘文には、シーサッチャナーライの中心に仏塔が建立され、その構築に六年を要したと明記されている。この町は、 王都の北部の防衛上重要な位置にあり、西のナコーンチュ部、東のソーン空営、南のサルワンと同じく、副王都に相当する四大ムアンと認められていた。スコータイからシーサッチャナーライには、ラームカムヘーンによるプラルアンド道と呼ばれる一本の道が通じていた。1345年にリタイは、シーサッチャナーライで、三画行というタイ文学上屈指の作品を執筆した。 ラームカムヘイエムの死後、スコータイ王朝の支配力は時代を経るとともに、減少したが、都の衰退に陥ったスコータイと異なり、シーサッチャナーライは依然として、貿易や産業的役割を維持することができた。1451年、遅延前のティローカラートは、シーサッチャナーライを、ラーナー王国に帰属させ、と、チャイアンシュンと解明した。 アユタヤ王朝のボーロマトライローカナートは1474年、アユタヤランナー戦争において、党を取り戻し、サワンカロークと解消した。ラーマーキボーディ2世の統治時代、シーサッチャナーライにおけるティローカナートと、ボーロマトライローカナートの戦いの物語に啓発されて、不詳の詩人が記述した、リリット・ユアン・パーアイ、リリット・ユアン・ファイ、タイ語は、 アユタヤ王朝の最高の詩の一つとされる。シーサッチャナーライは、アユタヤ王朝が、フィリピン、日本、インドネシアなど海外に輸出する陶磁器の生産に栄える中心地となった。この繁栄期は13世紀に始まり16世紀まで続いた。このとは14世紀に経済及び文化的発展の頂点に達した。百六十六年、対面戦争において、 ラムパーにより、ビルマ軍がシーサッチャナーライを攻撃して、都を破壊した。戦後、現在のサワンカロークの新市街に、とは再建され、旧市街は放棄された。1907年、皇太子であったラーマ6世は、ナコーンサワン、カムペンペット、スコータイ、シーサッチャナーライ、ウッタラディと、ト、ピッサヌロークに2ヶ月の考古学的実地研究を行った。その後バンコクに戻ると、 クラルアン旅行記を発刊し、一般市民間の歴史学、考古学研究を促進した。この著作は、近代大教育システムの創始者であるダムロン・ラーチャー・ヌパープや、20世紀の東南アジア考古学、歴史学者ジョルジュ・セデスなど、後の考古学者や歴史学者により、骨格として使われた。この実地研究のうち、ラーマ6世は、シーサッチャナーライにおいて、 仏像の頭部、手、足の見事な残片を発見し、バンコクに持ち帰った。1911年に、仏像の再生史1913年に完成した。この高さ7.2メートルの仏立像は、プロルーングロージェナリットスリインドラダイティアダマベス、マハラバジラベユーイプジャネーヤ・ボハトアと名付けられ、ナコンパトムノワとプラパトムチェーディの正面に置かれた。1958年、 タイ国王ラーマ旧世と王妃シリキッドはシーサッチャナーライ旧市街、チャリエン、サワンカロークを訪問した。この地域の保護は1961年8月2日の太陽国官報ロイヤルが Z 第92巻112部に発表された。1976年に修復事業が承認され、1988年7月、この公演が正式に公開された。 1991年12月12日には、世界文化遺産、スコータイの歴史上の町と関連の歴史上の町の一部として、カムペーンペットやスコータイの歴史公園と共に登録された。2011年の大洪水において、読む川から溢れた水が、シーサッチャナーライ歴史公園に流れ込み、2カ所の歴史的な陶磁器用を押し流した。シーサッチャナーライ歴史公園概要図。 ありがとうございます。